三重県立南伊勢高等学校南西校舎は、三重県渡来郡南伊勢町船越2926の一にある公立高等学校、南伊勢町立南西中学校と連携型の中高一貫教育を実施している。校舎制の三重県立南伊勢高等学校には、南西校舎のほか、渡来校舎がある。三重県立高等学校条例上は、南西校舎が、 三重県立南伊勢高等学校の本校とされ、渡来校舎は三重県立南伊勢高等学校の渡来文校とされている。三重県教育委員会発行の学校名簿では渡来校舎に文校を表す印が付与されている。ただし、2020年の生徒数は、南西校舎が3学級40人に対し、渡来校舎が6学級141人と、 本校より、文校の方が多い状態になっている。南西校舎では、地元の南伊勢町立南西中学校と、連携型中高一貫教育を実施している。具体的には、高等学校と中学校の教員の相互派遣、文化祭への中学生の招待、共同での清掃活動などを行っている。特になかだか合同の清掃活動は、毎年行っており、 2011年で9回を数える。なお、南西中学校の生徒が南伊勢高南西校舎への進学を希望する場合、入学試験では学力検査が免除され、学習する意欲の確認のみで入学することができる。熊野灘沿岸の南伊勢町に立地し、将来的な津波の襲来が想定されることから、防災教育に取り組んでいる。南西校舎では、 地域の行事等に参加して、地域活性化に貢献し、郷土愛を育むことで、自らの地域を守るという防災意識を育もうという考えのもと、避難訓練や防災講演会などのほか、地域機関と連携した防災教育に取り組んでいる。例えば、地域にある津波の石踏みを日本史の授業で取り上げたり、命の人題したパンフレット作りをしたりといった。 教育活動を行っている。ありがとうございます。